1990X年、世界は核の炎に包まれた。海は枯れ、地は裂け、あらゆる生命体が絶滅したかに見えた。だ、人類は死滅していなかった。世界は再び暴力を支配する時代になっていた。さーて、取るもん取ったら偵察に戻るぜ。ここを通りたきゃ水と食料置いてきな。はい。本当か？じゃあ調べさせてもらうぜ。汚い手で触るな。なんだとこの野郎。この野郎、舐めた真似しやがって。死にたくなければやめておけ。バカめ、死ぬのはお前だ。
北斗？一体何者だ？ただじゃおかねえ。おい、胸に7つの傷を持つ男を探し出せ。必ず。いいな。お前ら、この方の男、ブ
後がなくなったな。助けてくれ。わしはこの種もみをどうしても村に届ければならんのじゃ。何？今ある食料はいずれ尽きる。じゃがこの種もみがあれば毎年米ができるんじゃ。それがどうした？米ができれば食料を奪い合うこともない。争いもなくなる。今日よりも明日なんじゃ。なおさらその種もみを食いたくなったぜ。そんな、ご承知や、見逃してくれ。さあ、たけん、あんな奴らに関わってねえで行っちまおうぜ。このボウガンが見えないのか。北斗神拳の前ではボウガンの矢が止まった棒に過ぎ。死に死にたくなければいればやめておけ。北斗北斗だと？バカめ。死ね。
よし、ここは気づかれないように。なんだ今の音は。やべえ、ここか。小僧、どっから入った。へっ、捕まってたまるかよ。何もんだ、もんだ貴様。あ、ここがどこかわかってんのか、のか。やろ、ふざけやがって。
部屋の中で豚を飼っているようだな。君が北斗神拳を使うというケンシロウ君かね。やはり豚か。豚は豚小屋へ行け。人を豚呼ばわりするとはいい度胸じゃないですか。生きのいい獲物でやりがいがありますね。この辺りの豚はよくしゃべるようだな。言っておきますが、君の剣で私を倒すことはできませんよ。君が思っているほど北斗神拳は万能ではないのですから、私と戦うことで君は北斗神拳最大の欠点を知ることになるでしょう。最初に言っておこう、北斗神拳は無敵だ。さあ、それはどうですかね。私の肉は炎のようなものでしてな、君の剣も気候に届く前に全て肉の壁に吸収されてしまうわけです。私は今までこの体で何人もの憲法家を殺してきたのですよ。
何かね、今のは。そんな技では私を倒すことはできないと言ったはずですよ。北斗神拳の前ではお前は脂肪の塊に過ぎぬ。負け惜しみはそれぐらいにしなさい。無駄だ。お前はもう死んでいる。